まあ、糸井さんも引退だと。やはりこの時期は引退会見ラッシュ。なんだか寂しい気持ちだぞ。お客さんか。どうぞ入ってくれ。どうも、瀬渡よしおです。ひじりちゃんだっけ？めちゃくちゃ可愛いね、うっしっし。うわ、名前がよしおで同じだけど性格が全然違う奴が来やがった。糸井さんは面白いけどこいつはセクハラ野郎だ。ということで今日は糸井さんの査定の歴史動画を作ってほしい。どんな人生を送ったのか紹介してくれ。了解だ。それじゃあやっていくぞ。開始。それではこれから糸井よしお選手の査定の歴史動画を開始させていただく。まずは糸井選手について簡単に紹介させていただくぞ。糸井選手は1981年7月31日に、京都府与謝郡岩滝町にて誕生した人物。中学時代は硬式野球部ではなく、旧岩滝町の橋立中学校の軟式野球部に所属。3年時、勝てば普代屋へと繋がる重要な大会の日、試合前の練習中にベンチに座り休憩していたが、顧問の教師に、帰れ、と怒鳴られ、それを真に受けて帰宅してしまう。学校の目の前に自宅があった糸井は、試合へ出陣するチームのバスに向かって、自宅の2階から、頑張ってこいよ、と手を振っていたそうだ。何やってんのあの人。その結果エースの不在でチームは早々に敗退してしまい、私立強豪校からの誘いを受けられず、岩滝町に隣接する宮津市にある京都府立宮津高等学校に進学することになったぞ。おいおい、この時からすでに天然爆発してるじゃないか。そして高校入学早々に、痛んでいた膝を病院にて診断。中学2年時から膝の皿が割れていて、痛みに耐えながらプレーを続けていたことが発覚し、すぐさま手術することになるぞ。リハビリを行い、2年時にようやく走れるようにまで回復し、2年の春先の練習試合で復帰登板を果たす。ところが1人に投げ終えたところですぐに肩の痛みを発症し降板、今度は肩を手術することとなり、その後医師の許可が下りた3年春から復帰を果たすぞ。ってことはほとんど野球をプレイできなかったんだね。それは知らなかったな。実質3年時の4ヶ月しかプレイしていなかったが、投手として阪神のスカウトからも注目される。それでもドラフト会議での指名が確実ではなかったことから4年を見据え、近畿大学に進学することになったぞ。ここで大学進学を選ぶのか。しかし近大野球部では、1年秋から先発を務めていた同学年でエースの野村博之や、1学年下の岸寛平の陰に隠れ、3年時の2002年春まで関西学生野球連盟のリーグ戦出場がなかった。しかし同年の秋季リーグでデビューを果たすと、4年時の春季リーグではエースとして2度の完封勝利を含む5連勝無敗の大活躍で、リーグ MVP、最優秀投手、ベストナインの3冠に輝いたぞ。マジかよ。すごすぎ。大学通算成績は19試合に登板、9勝2敗、防御率 1.49。非常に優秀な成績を残したな。プロだったら菅野くらい年俸もらえそう。これにより2003年11月19日に行われたプロ野球ドラフト会議にて、北海道日本ハムファイターズに自由獲得枠で入団。契約金1億円、年俸1500万円で、背番号は26となったぞ。最初は日ハムだったんだね。しかも投手だったとは知らなかったな。ということでここから日ハム時代の話をしていく。能力登場はパワプロ13からなのでちょっと待っててくれ。2004年引く2005年の2年間は本人曰く、鳴かず飛ばず、で1軍登録されることはなく、2軍では通算36試合に登板し、8勝9敗3セーブで防御率は 4.86。正直あまり成績は良くないし、特に語ることもないな。2軍でこの成績は厳しいね。続いてパワプロ13決定版の能力。こちら2006年度の活躍が能力に反映されている。投手から外野手になり成績はなし。全体的に能力は低めだな。だけど走力と肩力は高いから守備面は期待できそうだ。2006年4月25日に正式に外野手にコンバート。投手として結果を残すことはできなかったが、高田茂 GM に野手としての素質を見込まれての転向であったそうだ。他にも新庄さんとかに転向したらって言われたとかいう話もあるよね。すると転向わずか5ヶ月にして9月度のイースタンリーグ月間 MVP を受賞。2軍のシーズン成績は打率3割6厘、8本塁打、8盗塁を記録。シーズン中の1軍出場はなかったが、11月のアジアシリーズでは出場登録28人枠入りし、11月11日のチャイナスターズ戦にて途中出場で1軍初出場を果たしたぞ。なんか2軍の成績良くない？やっぱり打者の才能あったんだね。ここから本格的に1軍で活躍することになる。どれくらい成長するのか見ておいてくれ。続いてパワプロ14決定版。
こちら2007年度の活躍が能力に反映されている。パワーが若干アップした程度で試合出場は少なめ。正直強くはないな。まあ打者転向して2年だからね。2007年は野手転向2年目にして開幕1軍入りを果たすが、結果を残せずすぐに2軍落ち。その後故障もあったが9月に再昇格し、9月10日にプロ初安打、初盗塁を記録。しかしその盗塁の際に足を痛めてしまい、すぐに登録抹消となってしまったぞ。また2軍では同僚の金子洋平に次ぐ、リーグ2位の12本塁打をはじめ、打率3割1分9厘、長打率5割7分9厘、14盗塁を記録。2軍では優秀な結果を残しているな。これを1軍で発揮してくれれば強いんだけどな。とりあえず打撃力アップを目指してほしいね。続いてパワープロネクスト。こちら2008年度の活躍が能力に反映されている。ミート F だがその他の能力はほぼほぼ平均以上。試合数は少ないが悪くない結果を残しているな。お、良くなってるよ。2008年は左翼手として初の開幕戦先発出場を果たすものの、3月30日に楽天戦で負った肉離れを押して試合に出続けたことにより、故障箇所を悪化させ2軍落ち。1軍復帰後にはプロ入り初を含む5本塁打を打ち、表示されている結果を残した。ちなみにクライマックスシリーズ第1ステージでは1番打者に抜擢され、オフに770万円アップの推定年俸1800万円で契約更改を果たしたぞ。おお、年俸アップ。これは素晴らしいね。徐々に実力をつけている糸井さん。どうなるのか楽しみだな。続いてパワプロ2010。こちら2009年度の活躍が能力に反映されている。試合数も増え打率もアップ。全体的に優秀な成績を残しているな。おおすげえ。めちゃくちゃ強いじゃん。ミート、守備 C でその他の能力は B。走塁系の能力も非常に優秀だな。バランスがめちゃくちゃいいな。2009年は7番センター、として2年連続の開幕スタメンの座をつかむと、打順は7番や2番を中心に、主に3番の稲葉敦樹がスタメンを外れた12試合では3番を担い。ポジションは前年まで3年連続でゴールデングラブ賞を獲得していた森本一人を押しのけ、センターとしてついにレギュラーに定着。特に6月は好調で、月間打率、安打数がともにリーグ2位で、4試合で殊勲安打、同点1、先制3、を打ち、チームの首位堅持に貢献。6月11日から30日にかけては11試合連続安打を打ち、月間9二塁打はリーグトップ、6盗塁はリーグトップタイの成績を残し、自身初の月間 MVP を受賞。7月には監督推薦によりオールスターゲームにも初出場を果たした。さらにシーズン終了までレギュラーを守りきり、チームの2年ぶりのリーグ優勝に貢献。自己最多となる131試合に出場し、初めて規定打席に到達。さらにパ、リーグ外野手部門2位で初のベストナインを、同外野手部門1位で初のゴールデングラブ賞をダブル受賞。契約更改では3倍以上増となる推定年俸6000万円でサインし、投手で入って野手になった時は1軍が目標だった。活躍できるなんて想像もしていなかった、と喜びを口にしたぞ。一気に成長したな。しかもタイトル獲得するなんて本当に別人のようになっていくぞ。これは来年の活躍にも期待できるな。続いてパワプロ2011。こちら2010年度の活躍が能力に反映されている。バランスのいい能力に肩力 A、レーザービームとめちゃくちゃ強い査定をつけられているぞ。打率3割1分9厘はすごいね。これは期待できるよ。2010年は前年主に5番のターメル、スレッジが退団した影響で主に5番センター、としてクリーンアップの一角を担った。6月15日の東京ヤクルトスワローズ戦、明治神宮野球場、では1試合4二塁打を打った。これはイチローや井口忠人ら好打者に並ぶ史上10人目の記録であったが、ほんまですか。必死なだけです、と語ったぞ。糸井さんが言うと本音だということがわかる気がする。そして7月1日には、選手間投票により2年連続でのオールスターゲーム選出を果たす。本拠地最終戦の9月26日の西武戦、札幌ドーム、では9回裏にサヨナラ打を打ち、勝利を引き寄せたぞ。その結果2年連続でパ、リーグ外野手部門の1位でゴールデングラブ賞も受賞。オフの契約更改にて年俸は1億円の大台に到達し、背番号を同年まで坪井智也がつけていた7に変更。背番号7について、坪井さんのつけてた背番号なので相当な重みを感じています。とコメントしていたぞ。糸井さんなぜここで重みの意味をわかっていたのに。まあ後に重みを本当の重いという意味に間違えてたからな。あれは伝説の天然エピソードだ。確かに。続いてパワプロ2011決定版。こちら2011年度の活躍が能力に反映されている。ミートアップを果たしパワー D、補給F に低下。
チャンスに弱くなり降格打法、初球など優秀な特殊能力が追加。打率もめちゃくちゃ高いですね。3割1分9厘を記録というのも素晴らしいな。2011年、打順は稲葉敦樹に代わる3番に昇格。相手投手の攻めも厳しさを増し、リーグトップタイの19の支給を受け、8月には右手小指に支給を受けて骨折しながらも出場を続けたぞ。それでも打率はシーズン中盤までリーグ首位に立ち、最終的に自己最高でリーグ2位の打率を記録。3年連続の打率3割、2桁本塁打を記録したぞ。さらに出塁率は12球団全選手の中で唯一4割を超え、自身初タイトルとなる最高出塁率を獲得。守備でも3年連続でゴールデングラブ賞を受賞。2年ぶり2度目のベストナインはリーグ外野手部門の1位で獲得。12月13日、9000万円増の推定年俸1億9000万円でサインし、野手転向者としては、石井拓郎が横浜時代の2005年の推定年俸2億5000万円に次ぐ高額年俸となったな。すげえ。一気に1億9000万。とんでもないことになっているな。3割を安定して結果を残している糸井選手。これからの活躍も非常に楽しみだぞ。続くパワプロ2012決定版。こちら2012年度の活躍が能力に反映されており、走力、肩力 A。ミート、パワー、守備力 C とこちらも優秀な活躍をしていますね。レーザービーム、流し打ち。オリックスキラーとかもあるのね。2012年強肩を生かすために右翼手にコンバートされる。オールスターゲームには稲葉敦樹に次ぐ両リーグ2位の得票を集め始めてファン投票で選出され、4年連続の出場を果たしたぞ。しかし怪我を抱えてのプレーとなり、前半戦はわずかに本塁打で、5月16日以来8月3日まで本塁打が出ないなど思いがけない不振に見舞われた。そして8月25日の試合前練習で左脇腹を痛め、翌日に登録抹消。9月に打率3割は1分、15打点、OPS1.081 を記録し2度目の月間 MVP を獲得。最終的にシーズン成績は打率は4年連続で3割を超える打率、出塁率4割4厘で最高出塁率のタイトルを獲得。守備ではゴールデングラブ賞を4年連続で獲得し、2年連続でリーグ外野手部門の1位の得票で2年連続3度目のベストナインを受賞したぞ。今年も大活躍だな。タイトル獲得しまくりでしょ。またポストシーズンに入っても好調を維持し、CS 初戦と第2戦に2試合連続本塁打を打ちチームの日本シリーズ進出に貢献。初のクライマックス、シリーズ MVP を受賞したぞ。おお、すげえ。さらに11月17日、18日に行われた侍ジャパンマッチ2012日本代表部エースキューバ代表の日本代表に選出され、背番号は1を背負った。第2戦では自身初めての4番打者に抜擢され4打数に安打を打った。WBC でも大活躍しているな。4番打者に抜擢されているのもさすがだね。もう1人前の選手だね。打者転向しようが結果を残せば認めてもらえる。プロ野球というのはそういう世界だということが分かったな。続くパワプロ2013。こちら2013年度の活躍が能力に反映されている。左投手を苦手になったがいつも通り打率3割を記録。守備面も機動力も十分だな。相変わらず強いね。まあ打撃力が若干下がっているところが気になるけど。2013年1月25日、久貫宏、大引刑事、赤田翔吾との交換トレードで、八木智也と共にオリックス、バファローズへ移籍することが発表された。これは球界に激震が走った大型トレードであり、ダルビッシュ有も糸井さんトレードとか、ありえん。とツイッターにツイートしていたぞ。確かにこの成績を残している選手をトレードに出すって何考えてんだよ。ってファンからしたら思うよね。背番号は日本ハム時代と同じ7。さらに2月20日に第3回 WBC 日本代表に選出された。背番号は年上の松井和夫が7を背負うため9となったぞ。今年も日本代表になったんだね。3月2日の1次ラウンド A 組開幕戦対ブラジルでは4番打者、右翼手に起用され、4回にライトへの敵地打を打ちチームの勝利に早くも貢献。3月3日の中国戦では5回の満塁のチャンスでフェンス直撃の中越3点二塁打。4回に右越3点本塁打を打つなど日本代表のベスト4入りに貢献する活躍を見せた。大会では全7試合に4番、5番などで出場し、打率2割8分6厘、1本塁打、7打点、2盗塁、OPS1.024 の好記録を残したぞ。さらにシーズンでは安定した調子を維持しゴールデングラブ賞受賞を達成。オールスターゲームにはファン投票で唯一の40万票超えとなる約43万票で、自身初の両リーグ最多得票となり5年連続で出場。オフの契約公開では自己最高の推定年俸2億5000万円プラス出来高で契約を公開し、今は将来のことは考えていない。
メジャーへの思いは、でっかい大胸筋の奥に秘めておきます。と冗談交じりに大リーグ挑戦の思いを一時的に封印すると述べたぞ。まあメジャーで通用するかというと微妙なところだね。確かに日本では大活躍だけど。まあ糸井さんが挑戦したらどうなったのかも気になるところだけどな。といえどまだ阪神に行っていない。まだまだ糸井さんのプロ人生は続くぞ。続いてパワプロ2014。こちら2014年度の活躍が能力に反映されている。打撃力も強化され走力も肩力もええ。広角打法、固め打ちなど優秀な特殊能力を持っているな。しかも打率3割3分1厘、19本、31盗塁とか本当に半端じゃないよ。見た限りキャリアハイだな。2014年は開幕から好調で、5月10日の日本ハム戦、ホットモットフィールド神戸、ではディクソンから5号先制3点本塁打を打つ。続く7回にも自身初の2打席連続本塁打となる6号ソロ本塁打を打ちチームの勝利を決定づけた。そして6月8日の広島東洋カープ戦、松田、ではプロ初の4番打者を務め、8号決勝2点本塁打を打ったぞ。ちなみにこの試合以降4番として出場し、8月14日からは再び3番に戻ったが、多くの試合で4番として出場。シーズン終盤まで1位であった盗塁は、過去にパ、リーグでシーズン50試合以上で4番打者を務め盗塁王を獲得した選手はいないため、パ、リーグ史上初の4番で盗塁王、なるかと注目されたぞ。さらにオールスターには前年を上回る48よろず7246票で2年連続でファン投票両リーグ最多得票を集め、選手間投票でも両リーグ最多得票で選出され、6年連続での出場を果たした。自己最高の打率で初の首位打者、4割2分4厘で最高出塁率、4度目のベストナインと、6年連続のゴールデングラブ賞にも選出。史上初の6年連続打率3割、20盗塁、ゴールデングラブ賞、という快挙を達成したぞ。めちゃくちゃすごいな。6年連続もこれだけの記録を残せる人はなかなかいないぞ。それぞれ難易度が高い条件だからな。果たして来年はどうなるか。7年連続期待しているぞ。続くパワプロ2016。こちら2015年度の活躍が能力に反映されている。肩力 S でパワー B、走力 A。レーザービームや内野安打、さらに怪我しにくさ F が追加されている。ということはこの年に怪我したってことか。2015年、オリックスの主将に就任。一軍公式戦では、5月20日に通算1000安打、7月30日に通算100本塁打、9月2日に通算1000試合出場と節目の記録を次々と達成。の一方で、シーズン序盤から満身創痍の状態で出場を続けた結果、7月2日に右肘靭帯や右足首腱の損傷で戦線を離脱。そのまま前半戦を終えたが、外野手部門のファン投票で3位に選ばれたオールスターゲームには、指名打者として出場したぞ。また後半戦から復帰し、7月30日の日本ハム戦若狭スタジアム京都では、プロ入り後初めての地元、京都での公式戦に出場し凱旋を果たす。その試合で2本塁打を放ちこの本塁打で一軍公式戦通算100号本塁打を達成。同時に1試合における自己最多打点も記録。シーズン終了後には PRP 療法を受けることで、左膝の回復を図ったぞ。なるほど。それで怪我にがついたのか。査定にも響いてくるからな。なんとか再生を図ってほしいな。続いてパワプロ2016。なんと糸井。まさかの盗塁53を記録。再び打率3割を超え17本、70打点、盗塁53を記録。能力も平均以上でめちゃくちゃ強いぞ。この糸井さんはめっちゃ優秀だ。2016年は開幕戦から10試合連続安打を記録。4月13日の日本ハム戦、京セラドーム大阪、では、5回裏の打席で自身及びチームのシーズン初本塁打を打ち。前日にチームが至った2リーグ制導入後のワーストの開幕13試合連続本塁打なしという記録も止まった。翌日の同カードでは、2試合連続本塁打、ソロ本塁打、でチーム唯一の得点を挙げ、チームにシーズン初の連勝をもたらしたぞ。もちろんオールスターにも出場。さらに8月13日の対西武戦、西武ドーム、第1打席で、一軍公式戦4戦打数に到達。9月15日の日本ハム戦で13号先頭打者本塁打を打ったことを皮切りに、公式戦では自身初の3打数連続本塁打を記録。また、同一選手による1回表の先頭打者初球本塁打を含む1試合3本塁打、という NPB 史上初の快挙も達成したぞ。さらに、次のカードの9月17日、18日のソフトバンク戦では自身初の3試合連続本塁打を記録。走塁面では、5月8日の千葉ロッテマリーンズ戦で、一軍公式戦通算200盗塁を記録。9月6日のソフトバンク戦にシーズン50盗塁に到達し最終的に自身初の盗塁王を獲得。
ちなみにこれは当時の史上最年長記録であったぞ。マジで記録達成しすぎでしょ。また、34歳で開幕を迎えたシーズンの盗塁王獲得、という日本プロ野球史上4人目の快挙を成し遂げ、シーズン終了後にはゴールデングラブ賞、いずれもパ、リーグ外野手部門、を受賞。ゴールデングラブ賞への選出は通算7度目で、セ、パ両リーグの現役選手としては最も多い記録となったぞ。普通にすごいな。というか今年も記録達成しまくりだな。まあ13年目でこれだけ成績を残しているからな。どんどん記録は達成しまくるだろう。それがすごいんだけどな。普通の人間にはなかなかできんよ。続くパワプロ2016アプデデータ、こちら2017年度の活躍が能力に反映されている。球団が阪神になり守備力は良いに低下、エラーや併殺など厄介な赤徳が追加されたな。だ、確かにこれはちょっと正直外野で使いたくはないな。去年の11月7日に FA 権を表明、11月10日付で NPB からフリーエージェント宣言選手として公示されたぞ。すでにシーズン中から読売ジャイアンツや阪神タイガースなどの他球団が糸井の獲得に興味を示していることを示唆する報道が相次いでおり、その一方でオリックスも推定年俸総額18億円規模の4年契約を提示するなど慰留に努めていました。しかし2016年11月21日に阪神タイガースが契約合意を正式発表。契約期間は4年で、年俸総額は推定18億円以上推定。背番号は前年まで西岡剛が使用した7を譲り受け、西岡は背番号5に変更となったぞ。なるほど。それで阪神になったのか。2017年、金本智明監督から早々にマサ中堅手の座を確約されていたが、1月の自主トレーニング中に右膝の関節炎が再発。春季キャンプでは1軍の沖縄組へ参加したものの、本体と別のメニューによる調整で幹部のリハビリを優先させた。3月31日のシーズン開幕戦に3安打猛打賞と活躍し、移籍初戦でヒーローインタビューを受けたぞ。さらに7月17日の広島戦、5回裏で出場した打席で、チェンジアップを空振りした際に右の脇腹を痛め、途中交代。翌日、右脇腹の筋挫傷であることが判明し、登録抹消を余儀なくされたぞ。なんだろう、肉体の衰えを感じる。しかし8月17日に1軍に復帰。8月30日のヤクルト戦では、10回裏西で迎えた第4打席で、プロ入り後初となる値千金のサヨナラソロ本塁打を右翼席へ打った。最終的にこのような成績を残し、自己2位の17本塁打を記録。1億2000万円増で自己最高の推定年俸4億円プラス出来高という内容で、4年契約2年目となる翌年の契約を公開したぞ。めちゃくちゃ年俸いいね。しかも出塁率は7位で62打点は5位、盗塁は4位か。36歳でも気合入ってるね。そろそろ年齢がきつくなってきている糸井。果たして来年はどうなるのか。続いてパワプロ2018。こちら2018年度の活躍が能力に反映されている。エラー、併殺はあるが能力はほとんど変わらず、打率3割超えで前年より活躍しているな。糸井さんエラーついてる作品意外と多いな。2018年、開幕スタメンを勝ち取り3月30日の巨人戦東京ドームで3番、右翼手として出場。5月25日の巨人戦甲子園でプロ通算150本塁打を菅野智之から打ったぞ。また6月2日の西武戦メットライフドームでは、野田のボルワレから逆転満塁弾を打つなど阪神打線を引っ張り、オールスターゲームの選手間投票で選出されるも、6月30日のヤクルト戦神宮の8回、ヤクルトの壁張り端から死球が原因で、右足腓骨を骨折。それでもオールスターに出場し、7月21日の横浜戦横浜スタジアムで戦線復帰。9月21日の広島戦松田で野村祐介からプロ通算1500本安打を記録したが、8回裏一死二塁で打席に入った代打新井貴弘の打球を、ダイビングキャッチを試みた際に左肩鍵盤部分を損傷し、29日に登録を抹消。最終的に阪神の選手が OPS 9割以上を記録したのは、2010年のブラゼル以来であるぞ。ブラゼル以来か。てか OPS そんなに出てなかったんだ。まあ糸井さんは出塁率高いからな。出塁率4割2分、OPS 9割。長打率も普通にあるというのは優秀だ。だけど年齢が心配だよね。来年どうなるのか。続いてパワプロ2018。こちら2019年度の活躍が能力に反映されている。成績は打率3割1分4厘、5本、42打点を記録。守備力 F 打がその他の能力は高め、選球眼も習得しているな。守備がなんでこんなことになってんだ。まあその他は高いので見逃してくれ。
2019年3月29日のヤクルト戦、京セラドーム大阪で3番右翼手として開幕スタメン入りを果たしたが、8月9日の広島戦、京セラドーム大阪で2投を試みて滑り込んだ際に左足を負傷、左足首の関節炎と診断され、翌8月10日に登録を抹消されたぞ。そのため103試合の出場にとどまり、本塁打、打点ともに規定打席到達以降ではワースト。それでも打率3割を記録しているのはすごいな。普通にめちゃくちゃ打ってるじゃん。本当に38歳の成績かこれ。しかし怪我の調子がなかなか良くならない糸井さん、このまま故障し続けるのは体の方が心配だな。続いてパワプロ2020。こちら2020年度の活躍が能力に反映されている。全体的に能力は大幅低下し、試合数も減少。やはり怪我には変わらずついている感じだな。怪我にずっとついてるな。2020年は古傷の右膝に悩まされ打撃不振に陥っていたが、9月の月間打率は3割5分2厘、10月は打率2割9分と徐々に復調。しかし移籍後最少の86試合の出場に終わり、オフには2億1500万円減となる推定年俸1億8500万円でサインしたぞ。まあしょうがないよな。怪我には逆らえないってことか。来年ついに40歳になるからな。体にガタが来ている様子が伝わるぞ。続いてパワプロ2020。こちら2021年度の活躍が能力に反映されている。試合数も減り能力も劣化、引退の時期が迫ってきたな。うん、これはきついね。来年契約更改して結果を残せなければクビかな。2021年3月26日のヤクルト戦、明治神宮野球場で開幕スタメンを逃した。これにより2008年から3球団にまたがり続いていた開幕スタメン連続記録は13年でストップ。9月11日の広島戦、マツダスタジアムで約1年半ぶりとなる盗塁を記録し、通算300盗塁を達成した。ただし、勝負強さは目立ったものの、主に代打としての起用であり、表示されている成績で終了。オフに、1億円減となる推定年俸8500万円で木高払いで契約を更改したぞ。それでも8500万か。まだ期待されていることが伝わってくるね。そんな糸井さんは来年あることを決める。そしてパワプロ2022、糸井、引退を表明。能力はほとんど変わらず試合数も大幅減少。19年間という長い人生に終止符を打ったぞ。41歳まで続けたのか。お疲れ様。2022年、オープン戦で結果を残し、7番レフトで2年ぶりの開幕スタメンで出場した3月25日の対ヤクルト戦でチーム初本塁打を放つ。しかし5月13日、前日にぎっくり腰になっていたことを明かし、その後一軍復帰するも8月に新型コロナウイルスに感染し登録抹消、9月12日、現役引退を発表した。会見では、いやー、もう、やりきりました。41歳まで野球ができて本当に幸せでした。この年までやらせていただいた阪神タイガースには本当に感謝しています。この年までやらせていただいた阪神タイガースには本当に感謝しています。とコメントを残したぞ。糸井さんらしいコメントだな。これにて糸井さんのプロ野球人生は終了。やはりこの人は最高の野球人ということが歴史から伝わるな。これからどうなるのか気になるね。解説者は、ちょっと難しいか。なんとなくコーチも難しそうな気がしなくもないからな。まあ続報に期待しよう。オッケー。それじゃあまとめ。糸井さんは通算成績打率2割9分6厘、1726試合、6899打席、1754安打、171本、765打点。盗塁300、出塁率3割は1分8厘、OPS8 割3分4厘という結果だな。糸井さんの歴史が知れてよかったよ。まさか転向してここまでの実力をつけたとは思わなかったよ。今年引退を表明した選手は多いから動画が立て込んでいるが、できるだけ更新頻度高くやっていこうと思うので、今後ともこのチャンネルをよろしく頼むぞ。ラミレス選手やるって言ってから半年以上経ってるぞ。さすがにやらないとだな。それじゃあ今回はこの辺で。さよならだ。